はい、おはようございます。今日は4月16日ですね、朝6時49分の相場解説デイリーのドル円を見ています。まあ、ボラティリティが収束しているところをちょっとね、今動画でリアルタイム動画でお見せいたしましょう。こういう風に小さくしてですね、でボラティリティがこの中央を見てくださいね。上にとんがってるのがあるでしょ。そこからガーンと下に落ちてきて、下髭を2本出したら上の方に行って、そして、なんて言いますかね、右側のちょっと大きいやつですよ。中央ですね。今中央に行きました。中央からまた下に下がってきたんですけども、下がり方がほら、ここまで行ってないでしょ。で、今度は上に上がった時っていうのは、高値切り上げって言って、何ですかね。こう三角形に上に突き出てる部分ありますよね。一番左のこの一番大きいやつ。真ん中あたりのそこそこ大きいやつ。で、一番右のこのちっちゃいやつね。こういうふうに高値がどん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 切り下がってきてるっていうところと、それから安値の方がまたね、切り上がってきてる上の方に行ってますよね。で、今、なんて言いますかね、M みたいな形の、右辺が小さい M みたいなのを描いて止まっているっていうのが、このね、日足なんですけども、一番右側の形成中の青い、このローソク足は、今動いてますけどもね、本当にちっちゃいですね、実線が。で、その一個前の赤い、陽線がですね、上髭を大きく出して、下髭もちょびっと出してるっていう形でございます。で、その一個前が、陰線の下髭だけがあるやつですね。上髭もちょっとあるんですけども、大体これ下髭だけですよね。これが難しいのはですね、今回は難しいのは、下髭を2本出してるのが2つ並んでいるところで、上に行くことを暗示しているんですけども、直前の赤い陽線が上に大きく、髭を出してるんで、下に行くことを暗示してるんですよね。だから今形成中のちっちゃい今陰線に見えますけども、これがねすぐに陽線に変わるんですよ。だからこうすごくね、迷ってる状態なのかなというところでございます。4時間行ってみましょう。4時間行ってみるとこういう風になってきて、ちょっと線引きましょうか。ここ、はい、今赤い線引きましたけども、昨日お話したように、あ、これ線だけじゃなくてゾーンが引けますね。挿入で、図形で、青い長方形なんですけども、ここにね、ゾーンがぐーっと引けるんですよ。だから昨日お話したように、上に行くか、下に行くかっていうところで、上に行きましたね。だからエントリーができたと思うんですよ。昨日の夜になりますけどもね。エントリーができて、上の方に向かったところが取れたんではないかなと思います。こっから改めてもう一回下の方に行くことが暗示されてますんでね。もう一回下に行って、この黄色いゾーンを突き破って下に行くかどうかっていうところが、先ほどのデイリーで迷っているっていうところの原因になります。じゃあ1時間ですね。1時間の方は、はい、いい感じになりましたね。何がいい感じかと言いますと、一旦そこが見えたんだよってことです。ずっと N 波動とか、昨日は M みたいな形でね、結局は下に下がったってところをお見せしましたけど、今ここが底固まりましたね。黄色いの引きましたけども、一旦上にぐーっと上がったのが昨日の夜から深夜にかけて、現れた現象でございます。まあ、ですので昨日日中まではずっと売りで取り放題だったわけですよ。で、昨日の夜から深夜にかけてですね、今度は反転して上の方に向かっていって、もう一旦下の方に下がらなくなってきたと。で、移動平均線も3本ともね、上の方に向かっていますんで、まあ多少迷って横ばいになりつつあるんですけども、このまま100日移動平均線を突き破って上の方に行くようなら、今度は買いで取るというトレンド転換が見れるということですね。そういうふうに全体像を見ながら今日も取り組んでいきましょう。基本的にはですね、昨日でもうエントリーして利益を取る時は終わってますんで、今日は迷いのね、日足迷い、4時間迷い、1時間も迷いって形になってますから、今日エントリーするのはあまり得策ではありません。しっかりとトレンドが見えてからにしましょう。ってことですかね。今週もしっかりと利益取れたかなと思います。では失礼します。